い、どうもこんにちは、スーツです。今回なんですけども、私この間青森に行ってきたんですね。で、青森でお土産いっぱい買ってきたんで、おすすめのお土産を皆さんにご紹介したいと思います。イエーイ！真面目にやろうと思います。青森にこの間行ったんですけど、まあ、たまにはね、旅行チャンネルで、その土地の名物だけを紹介するのもいいかなと思ってね、たくさん買ってきました。まあ、サムネイルで見ていただいてわかると思うんですけどね。ここにこう、ずらっと並んでおります。で、何から紹介するか、まあ一個一個いこうと思うんですけど、やっぱり青森県の名物といえば第一にはリンゴ、全国1位の出荷、特に富士が有名です。それから他には13個のしじみも味がよろしいと有名です。まあ主にその2つ、それからこの干し餅、まあ私がね、よく青森県で食べるものをご紹介できたらと思うんですけれど、私はまあお土産って買わないんですね。なんか私でも迷惑がられるような気がするし、まあ私もそんなにもらって嬉しいと思うこともないし、だからまあいいかなと思ってね、買わないんですけれど、でももし私があげるんだったら、まあこの辺が当たり障りなく質も高くていいと思います。まあちょっとこれはもしかしたら星餅ですけどね、私が個人的に好きなだけで当たり障りがあるかないかなんとも言えないんですけど、まあ一つずついきましょうかね、喋るだけじゃなくな。まずまあこれだったらみんな喜ぶんじゃないかなというやつです。パティシエのリンゴスティックね。東北新幹線の、最高級のグリーン車の上を行く豪華設備グランクラスで、昔ね新青森とかから乗るとこれがお菓子に出てきました。なんか今は出てこないのかな、なんか食べた記憶ないんですけれど、こういうやつです。いくらぐらいだったかな、値段書いてませんけどね、5個入りで確か800円とか1個120円、そんぐらいだったと思いますよ。大きさはこれぐらいです。私の顔と比べていただければまあわかるかなと思うんですが、開けますね。これね、なんか温めると美味しいという話ですけれど、シャキシャキ食感のリンゴパイです。まあ要するにアップルパイみたいなやつかなと思うんですけど、結構大きい、なかなかね。で、まあパリパリこぼれますんで気をつけないとね。うん。中はこういう感じでね。いっぱいリンゴが入ってます。甘い、美味しい。多分、私これ温めて食べたことないですけど、温めるとそれはそれは普通の美味しいアップルパイになるのがね、まあこれ見てもらって分かるのに、結構リンゴの割合が通常のマクドナルドのアップルパイよりも多いんですよ。たっぷりリンゴが入ってますんで、なかなか満足できるし、お腹減ってる時はねこれ1個食べるだけでもね結構腹持ちがいいですよ。やっぱり新幹線のグランクラスに乗った時に出るそういうお菓子ですんで、まあこれ食べるときは外れはないと JR にも認められた、まあそういうね格の高いお菓子、鉄道マニアの間でも有名で、首都圏だったら売ってますね。これね、東京とかね、上野駅のコンビニの中で買えることがたまにあります。その2、じゃあまたリンゴ関係でいきますか。ちょっと開けちゃったんですけど、ストレートの青森のリンゴジュースです。これまあただのリンゴジュースに見えるんですが、まあ、これはねこれもまた東京とかそれから関西でもこれ売ってるの見たことあるんですけど、まあ、結構人気なんですね。いろいろと種類があるんですが、ここにアキュアメイドって書いてあってね、まあ、JR 東日本の、取り扱っている飲料のブランドだったと思うんですけれど、まあ、これもやっぱその東北の美味しいものということでね、リンゴジュース、原材料はリンゴだけ、ストレート果汁です。濃縮還元ではなくストレートで、これで160円かな、ちょっと通常より高いですけどね。でも飲むとやっぱりミニッツメイドとかのなんか色がクリアなリンゴジュースとは違います。まあこれ見ていただければね分かるんですけど、こういうふうにこう色が違いますね。ちょっとなんていうのかな、少しこう、ピンク色がかっていると言いますか、まあ、これで照らしてみますか。照らすともっと多分見やすいと思いますけど、まあとにかくね、飲み心地はねさっぱりとしてて、とても こんな感じですね、まあこれじゃ分かんないかもしれない、あこんな感じですね。これはね本当にこうすっきりしてて、私もよく疲れた時とかにね、東京で売ってますんで、バイト終わって、あ疲れた、なんか体元気になるものを買おうっていう時にコンビニでこれ買ってね、あ美味しい、こうねほっと一息つくような美味しさです。でリンゴジュースがいっぱいあって、これ全部これから飲むのかって感じなんですけど、どうしようかなこれ。これもね、青森でよく売ってる2種類のリンゴジュースですけど、まあ、青森はね、毎年8月になりますとねぶた祭りやります。あれもね、見に行った方がいいですよ、面白いから。結構面白い。お祭りって私あんま好きじゃないけど、ねぶた祭りは面白いと思います。で、銀のねぶたと金のねぶたと2種類あるんですが、これね、入ってるリンゴの種類が違うんですね。どっか書いてあったかな、ちょっと種類までは書いてないんですけど、まあリンゴもね、いろいろ品種があるのは皆さんご存知だと思うんですが、この裏側にですね、酸味の目安というのが書いてありまして、
構ね、星が甘味のところがあの酸味か、銀のねぶたの方が酸味が少し少なく、金の方が酸味が少しあるという違いです。まあ大体2つ一緒に買って飲み比べるか、まあそういうようなパターンなんですけど、これも青森のあちこちで売ってるのでね、あのこう両方買って、あ、なるほどリンゴの味は違うんだというのをね、こう感じるのもいいと思います。これから大学行くところなんですけど、缶のリンゴジュースを2つも開けちゃって大変なことですけど、まあ最悪これを全部飲んでこれに1個詰めればいいか、これもうちょっとしか残ってないからね。じゃあまずは金の方からいきますかね。銀からいこう。うん、あ、スッとしてて甘くてこう染みてくる感じ。でもこれとはね、また味が違うんですよね。結構この手のストレートリンゴジュースってあんまりいっぱい入ってるんですけど、全部味違うんですよ。じゃあ金の方いきますね。あ、うん、違う。あの、どっちかって言ったら私銀の方が今まで好きだったと思ってたんですけど、まあ今甘ったるいものをいっぱい食べてるからっていうのもありますが、今は金の方がいいな。うん、1本130円ぐらいです。これは割と普通の値段で売ってますわね。今回はあのもう袋は入ってしまったんですけれど、2個パックになってるね、こうビニール袋になってるやつで買いました。次、また甘いもんなんですけどね、これね、まあ本当はちょっと本物とは違うんですけど、面白いから買ってきたんですが、ランチパックのパチモンみたいになってますけど、フレッシュランチって書いてある。全然なんかこうね、どう見てもランチパック、ここに山崎じゃなくて、工藤パンって書いてありますけど、この工藤パンが青森県のごめんなさい、まあなんか昔からやっているパンの、パン屋さんでして、まあどう見てもランチパックなんですが、これねもうここまで露骨にパクるかって感じ。まあまあそれはいいんですけどね、本当はもともとイギリストーストっていうものを紹介したかったんですね。でこれはイギリストースト風のパクリランチパックなんですよ。まあ、多分パクリ、こっちがもしかしたら先なのかもしれないから、勝手にパクリとか言ってよくないですよね。イギリストーストっていうのは、生の食パンを2枚用意してそれをこう、まあ、挟むんですけど、真ん中にバタークリームかな、それとザラメの砂糖が入ってるというものでして、で後ろ側を見ていただくとですね、ここに原材料名書いてあるんですが、あ、バタークリームってかマーガリンか、マーガリンよりも砂糖の方が多いとか書いてあるんですね。これは分かりますね。まあ、つまり砂糖がそんだけ多く入ってる。でこれも、まあ、その食パンの代わりにこう通常のね、ランチパックみたいな生地でこう挟んでますが、まあ、ちょっとかじる前に中を開けてみますかね。分かるかな。ここにこう白いクリームがあってですね、こうキラキラキラっとこう反射してるのまでは見えないでしょうか。ザラメのシャリシャリした砂糖が混じってるんですけど、これをこう食べると、おいしい。こうお腹減ってる時にね、青森で貧乏旅行してる時にすごい助かるんですよ。カロリーあるから。どのぐらいあるのかな。1個234キロカロリーですね。意外となんか普通なのかな。メロンパンね、コンビニのやつ1個で300か400ぐらいありますもんね。そう考えると、まあ、そんなに見た目ほど超高カロリーってわけではないみたいですが、青森県のなんていうの、郷土食じゃないですよね。まあでもそれに近いか、地元密着型の名物として知られています。あの青森っつったら、まあ青森はまだあれですよ。例えば北海道のジンギスカンとかね、九州の鶏刺しとか、そういうのは地元のやつがそのまま名物になってますけど、このイギリストーストとかこういうのはまだなんかそこまでその普通の人には知られてないけど、地元に密着してる、名物って感じがしますね。そういうの食べるのもいいと思います。まだそんなに知られてない地元食。ちょっとさすがに甘すぎるんで、お茶でちょっと緩和しながら、あのこれ別に甘すぎてまずいってことはないですけど、甘いものしか食べてないからね。うん、なあ、とりあえずイギリストーストは次に置いておく。次はですね、この紹介するか。これはいいですよ。確か1000円だったと思うんですけど、しじみの味噌汁、貝から出るエキスが味の決め手ですって書いてあるんですが、これちょっと真空パックなんですけどね、ここまで開けて大丈夫なはずかな。オープン。こういうしじみがパックになって真空詰めで入ってるんですよ。で、それからこっちにこういうあのインスタントの味噌がありまして、これで一組ね。これを持って、まあわかりますかね。入れ物にしじみを入れて、味噌を入れて、お湯をかけて食べる。で、本当は今日やりたかったんですけど、このホテルの中で、ポットがないみたいで、だからちょっとそれできないんで、ね、まあ、見ていただくだけになってしまうんですが、これがね、しじみの周りにこう液体が、こう白い液体がいっぱいこうねうようよしてるじゃないですか。
これがまたそのしじみの出汁が入っているということでして大変美味しいと。見てみますか。お召し上がり方、貝と調味味噌を容器の中に入れてから約 180cc の熱湯を注ぎ、調味味噌の溶け残りがないよう十分にかき混ぜてからお召し上がりください。意外と普通のことが書いてあったな。あ、こっちか。しじみは天然物のため、あ、違う、白い濁りは貝の旨味成分ですので品質に問題はありません、うん、あとは真空包装されているため貝の口が開きにくい場合がありますが、ちゃんともちろん殺菌などされておりまして、これね、めちゃくちゃ美味しい。ちなみに同じ値段でホタテの味噌汁というのもありますが、私はしじみをおすすめします。まあもちろん青森県といえばホタテの漁獲量はですね、北海道が1位なんでしたっけ。北海道は強いからね、大きいですから。まあ、でも青森県だって気がするんですけど、まあ、とにかく青森のホタテは有名でして、そのホタテの味噌もいいんですけど、実はシジミも青森県はね有名なんですよ。まあ、有名というか強い、津軽半島の方にですね13湖という湖があり、そこは汽水の湖でシジミがたくさん取れます。シジミといえば有名なのは宍道湖ですが、青森県のシジミも宍道湖ほどの量は及ばないんですけども、味はいいと有名です。で本当に美味しい。これめちゃくちゃ美味しいですよ、本当に。すぐなくなりますんでね。ちなみに気になる賞味期限ですが、8食入りで1000円なんですね。だからまあ値段もそんな高くないし、あった、11月8日、今日はね、6月ですから、まあ今からまだ5ヶ月は持つということですね。結構、これはね、しかも小分けになって、こう分けられるんで、会社のお土産なんかでね、これちょっとしじみの味噌汁どうですかって、こんぐらいだったら、こう配ったりとかしてもいいと思うんですよ。まあ、しじみだけ渡さないように気をつけないといけないですね。ちゃんと味噌も一緒にセットにして、こう渡す。美味しいと思います。次、干し餅です。干し餅、これ美味しいんですよ。餅と言いますか、田舎の味、干し餅、バター味と書いてあるんですけれど、これはですね、もともと青森とかそういう東北の寒いところ、冬食べるものがないしょうがない保存食を作ろうということで、始まったものでして、まあ、お餅をこうぺったんこついてですね、それを切った後、干すと。で、そういうのがめちゃくちゃ寒い時にそれをなんかこう一回水につけてからバリバリに凍らせて、それがこの今作ってる風景ですね。で、その後、まあ、食べるということで、まあ、これにはバターの味がついてるんですが、東北では結構こういうものが見られるそうですね。これで青森県の言い方は干し餅なんですけれど、まあ、他の地方でもしみ餅とかそういう言い方もあると。せんべいとはまたちょっと違います。ごまが入ってるんですね。バター味、結構ね柔らかいんですよ、こう見えて。うん、これもともとは保存食ですからね。1袋300カロリーか、そんなに多くはない方かな。これ、この素朴な味ですけど、昔の東北ってこういう感じだったのかなってなんかこう思わせてくれて、家とかの勉強の合間とかにちょっとこうつまみながら焼けばいいお菓子かなと思いました。いや、そんなことかね。まあ、青森県で大体いつも私が買うお土産って言ったらこのぐらいかな。お土産というか自分で買うようなもの、青森は美味しいものがいっぱいありますんで、まだまだ他にもね、お土産でなければ、そう、あと味噌カレー牛乳ラーメンのカップ麺も買ってこようかなと思って、大きすぎてやめてしまったんですが、うん、青森市内で食べられる味噌カレー牛乳ラーメンと、あとなんかタレなんだっけ、なんかね、焼肉のタレみたいなやつ、有名なのスタミナ原タレとかやつね。まあ、あと町の中でいくらでも食べられるホタテ料理とかそういうのもいいですからね。で、皆さんも青森いいとこですよ。別になんか青森県に頼まれて紹介してるわけじゃないですけど、なんかこれらのお土産でも、まあ、他にもいいものいっぱいあると思いますので、ぜひ買ってみてください。じゃあどうもありがとうございました。